トヨタグレインスープラ GT4 グループ GT4 は自動車レースに使用する競技車両のカテゴリーの一つである。日産 350Z グループ GT3 が創設された直後の2006年に GT3 を保管する新のアマチュア選手権用規定として誕生した。翌2007年からは GT4 ヨーロピアンシリーズが開催された。しかし当初は グループ GT3 が人気を博していたこともあって、メーカーが参入することも少なく、プライベーターがマシンを開発するのが一般的なごくマイナーなカテゴリーであった。その後グループ GT1、ついでグループ GT2 が崩壊し、グループ GT3 がプロフェッショナル化、高価格化するに従って、GT4 は新たなアマチュアドライバーの受け皿として注目を集めるようになった。 2010年代後半以降多数のメーカーが GT4 を発売しており、スパ24時間を含むブランパン GT シリーズやニュルブルクリンク24時間、日本のスーパー耐久などにおいても導入が認められるようになってきている。2021年現在、日本車メーカーではトヨタがグレーンスープラを販売しているのみである。低価格を実現するため、 グループ GT3 に比べると改造できない部分が多い。バップによって各社の均衡が保たれるのは GT3 と同じである。ありがとうございます。